皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは括弧を決めるというお話をしたいと思います。先日ですね、とある法人さんのところで、セミナーを開催させていただいて、いろんな方といろんな話をしていたんですけれども、その時に、そうですね、さらに教室を大きくしていきたい時とか、あとステージアップをしたい時に、どんな要因が必要になるか、どういう自分が思いで行ったらいいのかっていう、まず最初の第一歩、何からしていいかわからないので、何っていうのをアドバイスを一つ欲しいっていうふうに言われた時にですね、私が答えたのは覚悟を決めることですっていうお話をしました。で、覚悟を決めるっていうのは、どういうことかっていうと、いろんなシーンのいろんな部分で覚悟って必要になってくる時が結構あるんですね。例えばそうですね、今まで小規模でやってた時は顔出しなしで大丈夫だったけれども、もうちょっと外からも人をちゃんと集客したいっていうと、顔出しなしとある人だったらどっちの方が信頼されるのかという話ですね。ご自身がどこか何かを申し込もうっていう時に、相手の方が顔がないっていう状態で高額な料金を振り込むことができるかっていう話ですよね。それは高額っていうのは一体いくらからなのかっていう話なんですけどね、1万円以上になってくるとちょっと全く顔も見えない相手にっていうのはちょっとやっぱり怖いですよね。そのサイト自体がバーチャルである可能性が高いからですね。だからやっぱり信頼とか判断基準としては、しっかり顔出しをしてるしてないっていうのも大きな基準になるので、それを今までもしもやってなかったとしたら、それを一歩やるっていうのも一つ覚悟っていう話になりますよね。あとは露出を高めるっていうことで、露出を高めると2ついいことと悪いことがあって、いいことの方は当然認知度が上がっていきますので、私のサービスないしはあなたのサービスを受けたいと思ってる人に出会える確率がものすごく高くなりますよね、露出が増えれば。で、同時に露出が増えることによって、変な批判、受けなくてもいい批判をもらったりとか、あとは嫉妬、嫌がらせ、やっかみ、このあたりももらってくる可能性があるんですよね。それも丸ごと引き受けることができるかっていうのも覚悟の一個になりますよね。そういうものを引き受ける自信がなかったら出ない方がいいです。出ない方がいいということは、当然探してもらえる確率が低くなるということになりますので、出た方がいいですね、出ないよりはね。だけれども反面それもあるけど、それを押してでも行きたいのか、それはおそらくなんですけれども、自分の都合だけだと結構難しいんですよね。そこに待ってる人がいるから、その行こう、それでもサービスを受けたい人がいる、届けるべき人がいるからやろうって決めるかどうかは、使命に近いものがありますよね。私が本を出したきっかけっていうのもそこにあって、もちろん私は何かしら形に残って皆さんのお役に立つものを作りたいっていうことで本はもともと書きたかったんです。で、レシピ本とかっていうのも書こうとしたんですけど、最初は商業出版がね、無理だって言われたんですね。レシピ本っていうのはそんなに需要が見込めないから、結局出版社としてはある程度採算が合うものではないと、出版しないっていう、当たり前ですけどね、ビジネスですから。っていうところから言うと、ビジネス書の方が私のケースにおいては出しやすい領域だったんですよね。で、当時の私はコンサルタントとしては実績はまだそんなになかった状態だったんで、本を書くには早かった。で、経験値がある程度溜まってきて、コンテンツも溜まってきて、皆さんにお伝えできる内容がねあった時に、もちろん本をだんだん書こうかな、もう一回チャレンジしようかなって思い始めた頃に、ちょうど立て続けになんですけどね、これは全てのその業界が悪いって言ってるわけじゃなくて、たまたまそういうのに当たった人がいるという話として聞いててもらいたいんですけれども、教室開業支援とかっていうような形のコンサルティング業っていうのは、ここ数年でものすごい勢いで増えたんですね。私は
もともと自分の教室を起こして、その実践結果と記録とデータをもとに、まあ、当然コンサルティングをするので、コンサルタントになる前に4年から6年かかってるんですよね。で、例えばそうじゃなくてポッとにわかでコンサルやりますみたいな形でやって、まあ、それでアドバイスをしている人もいて、別にそれはそれで構わないんですけれども、問題はその内容が正しくってきちんとその人を導くことができれば、対価と内容が合ってるんで問題ないんですけれども、実際に私が一番驚いた話が、2日間で1日3時間だから合計6時間です。で、もらったプリントが5枚で、そのプリントの内容っていうのはほぼほぼ、まあ、サイトとかウェブサイトで見れば分かってしまうようなレベルの内容を2日間でですよ、2日間で20万払った人がいたんです。で、その方が後になって私のサイトにたどり着いて、で、私ともっと早く会いたかったって、内容を見ていればこちらに来たのに、でも今私はお金ありませんっていうことで残念ですっていう話をいただいたことがあったのが、なんかね、何件か続いたんですよ。その20万が一番私は衝撃の、2日間で20万みたいな、まあ、ご本人もよろしくないと思います。ちゃんとした調べをして、そのお金に該当するようなものが得られるのかっていうのを分かって申し込んでないっていうご本人も不注意があるので、いい勉強になったことだと思うんですけれども、そういう方がねいらっしゃるっていうのを分かった時に、私のサービスが 100% すごいとは言いません。だけれども、少なくともそういう方に払ってしまうことで何にも身につかなかった、人みたいな人たちが早くたどり着いて本当にどうにかしてあげることができるんだったら、それはやっぱり私は訴え続けなくてはいけないと思ったので、露出を高めて早く見つけてもらわなくちゃいけないと思ったんですよ、その時に。だから本の出版に拍車がかかったのはその時です。そして同時に本の出版に拍車がかかったのと、あと露出度を高めようと思ったんで YouTube の本数さらに上げたりとか、ブログとか Facebook の更新頻度を上げたのは確かその時でした。だから見られる機会が多ければ当然何かを言われたりっていうことも増えてくる形だと思いますし、あとは、まあ、顔出しとかも当然多いので、男性のね、あの方から、まあ、いつも見てますとかね、綺麗ですね、可愛いですねというような、あの微妙なコメントをいただいたりとかっていうのがあったりとかして、まあ、そういうのはなるべく触れないようにしてスルーをするようにはしてましたけど、いたずら電話ももらったことがあるし、でもそれは想定内です。基本的には顔出しをして外に出ていくっていうことはそういうことになるので、それも含めて覚悟ができるかどうかっていうことですね。だからもう一段上の方にステージアップしていくっていうことは覚悟を決めるっていうのがどの道必要になってくるので、そのあたりが、一つターニングポイントになるのかなというふうに考えますので、次に上がりたい時にどんな覚悟を自分は必要とすればいいのかということも考えてみていただけたらと思います。それでは。